はい、青春秘密基地青葉です。今回は昭和懐かしいそばとうどんの自動販売機で実際天ぷらそばの方を食べてきました。こちらの方は神奈川県相模原市の中古タイヤ市場さんの方にある実際に現在稼働している自動販売機になります。でこちら実際300円ですね、300円を投入すると25秒間をかけてこの自動販売機の中で調理されます。25秒経つと取り出し口の方から取り出すことができるんですが、こちらのデジタルの方も非常に懐かしいですよね。この数字の感じが今ではないデジタルの感じで、昭和レトロな感じがこういったところからも伝わってくるんじゃないかなと思います。でできましたね。できますとこういった下の取り出し口の方から取り出すことができるんですが、こんな感じでね、プラスチックの容器に入っています。見た目はね、普通のね、やはりねスタンダードな感じの天ぷらそばといった感じなんじゃないかなと思います。これ実際ね、湯気も出てて結構ね、25秒間でねこれだけのものができるのかなといった感じが実際ね受けました。でこちら箸と薬味ですね、七味の方と箸の方がこちらの方から取り出して使うことができます。このお手元の方もね結構短めの箸で、このね箸も意外と昭和レトロっぽい感じがねあって、統一感があってね、なかなかこういったところもこだわってるのかなという感じがしました。でこちら麺の方は若干ねほぐれてないんですよ、ちょっと硬いんですけれども、食べた感じとしてはねやはり駅そばのような感じで、味もしっかりしててね、天ぷらの方はサクサクという感じではないんですが、とてもねこの25秒間の間にねこういったものがあの自動販売機の中で調理されて出てくるということ自体がね、やはり当時は相当画期的で、まあ、ハイテクだったんじゃないかなと。現在もねこういったね自動販売機今ないですからね、本当に貴重なもので、やはりね今回こういった体験ができたのもわざわざねこちらの神奈川県まで来た回もあったんじゃないかなと。またこうやって食べる机の方もね、このなんか樽の上っていうのもまた雰囲気があって良かったのかなと思います。はい、こちらおまけの動画なんですが、ほかほかハンバーガーですね。かなりねアメリカンポップな絵柄の方も可愛らしくて懐かしいんじゃないかなと思います。こちらの方はねちょっと買った風な動画なんですよね。実はねこれ買って食べた後の方で動画を撮ってしまったので、実際これ中の方も入っていません。実際はねこちらの方280円をして60秒間ですね、60秒間を時間をかけて温められて出てくるものになります。箱の方もねかなり小ぶりですよね。手のひらサイズにはなってしまうんですけれども、パッケージの方も黄色がねベースになっていて、艶やかねハンバーガーがね非常に可愛らしくて、この辺も昭和のハンバーガーといった感じなんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。